どうも、ローストビーフです。ということで、今日はエレクトロマンアンチャンクエストの風幕、やっていきたいと思います。サブクエ、15体内、4体か7問連続で、ということで、どうしようかな。助っ人、じゃあ、カズさん、お借りして、メンバーこれ、でいきたいと思います。ちょっとね、もう、もらえもんが1体しか、あ、やけど、2枚目か。配布新宿もいるか。7問連続がね、ちょっとめんどくさそうなんですけどね。クイズ力がない。俺にとっては。で、まぁ、1戦目と。1戦目で、こいつがね、HP15000、なんですけど、こいつがね、先制で弱体化、先制ではないか。弱体化打ってくから、これをね、一旦キルね、したいんだよな。異常回復がいない場合は。これいけるかな？まあ、ファームちゃんがいるから、あ、いけたいけたいけた。特攻もしかしたら1体入れて、ここ弱体化、食らわないようにした方が、いいかもしれないですね。で、2戦目。左12000、右9000なんですけど、同じように左がね、弱体化していくんで、これを食らわないように、左をね、一旦キルします。よしよし、あとは会長攻撃もね、あれしてるか。で、右がね、ガード。まあ、してくっけど、まあ、15体以内。まあ、大丈夫でしょう。7問連続もある、これ。早々に。クリアするのかな。あれなんで。あ、だからそこそこ硬いな。確かにあんまり特攻ばかりで固めるとここが、ちょっと硬くなっちゃう可能性はある気はするな。どう、落ちた落ちた。あんま落ちないよね、黄色が特に。あ、黄色が落ちんだっけ。ちょっと周回しない、あんましてないからよくわかんない。で、3戦目。左15000、真ん中9000、右6000。で、同じようにね、左のやつが、先制で弱体、先制じゃねえや、弱体化してくっから、左をね、倒しましょう。弱体化はね、食らいたくないな。で、左がガード、黄色がガード。で、右が、まあ、反射じゃなくてなんだっけ、これ。ガードしてくけども、まあ、あんま関係ないでしょう。こういう時に、ね、全体攻撃があると、まんべんなく攻撃できるから。いいですね。よし。7問連続はこれでいったかな。まあ、あと15ターン以内。まあ、8、あと8ターンか。まあ、いけるかな。で、ボス戦と。左12000、真ん中44000、右22000。なんですけども、やっぱここでちょっと気づきますよね。先制で、スキル反射してこないということで、ここチェーン打ちましょう。非常にね、ここ楽ですね。どうかな？真ん中から攻撃しますか。そうだな。こうしとこうか。まあ、あとやっぱ殴るだけだからね、そんなに、あれはないでしょう。で、怒り。本来なら全体に300、やってくけど、怒りになると、
単体750、まあそこまでではないかな。でこれ右も雷ガードしてくるのか。これ厄介だったら右を先に倒すべきだった。右は雷ガードで左が回復、まあ、回復はまあ、いいとして雷ガードは厄介だな。こういうの先に見とけっちゅう話ですね。あっ そんなでもなかったな。よしよしよし、サブクエ。まあ、このメンバーでサブクエ、よしよしっていうのもおかしいけども、だいぶ、まあ、クリアできるでしょう、このメンバーならね。もらいもんだと、まあ、肉球がいるから、まあ、遅延がね、打てるんで、まあ、いいでしょう。で、1回目でクラフ報酬。俺なんかもらえんの？何もらえんの？お、ハゲてるグレーじゃん。いいね、いいね、いいね。まあ、あとゴールドとかか。あ、ね、なんかもらえてる。なにこれ。進化素材か。これがなんか、進化させるのかな。まあ、いいでしょう。ということで、アンチャンクエストの、風球でした。